こんにちは、和田よしみです。今日の姫ご飯は、肉じゃがを作っていきます。それでは、作っていきましょう。それでは、解説していきます。で、まず最初に、じゃがいもは皮を剥いて、芽を取ってあげるんですけど、今回、切ってからすぐに調理をしたのでお水につけたりとかはしてないんですが、ちょっとね、切ってから他の調理をするのに時間がかかるようであれば、じゃがいもはお水につけて置いてあげてください。変色防止になります。で、玉ねぎはくし形に切ってあげて、で、人参はお花形に切っていきます。で、今回は型抜きを使わずに包丁だけで飾り切りをしていきます。で、最初に人参をね、五角形に切っていくんですけど、これがね、一番多分バランスを取るのが難しいかなと思います。なんで、バランスを見ながら一応五角形に切ってあげて、で、切った後にもちょっとね、表と裏とひっくり返しながらバランスを見て、で、五角形を整えてあげてください。で、五角形になったら、今度、白いラインのように、こんな感じですね。まず切れ目を入れていきます。で、切れ目を入れていく時もこう表と裏とね、切れ目の入れ方を見ながら入れてあげて、で、花びらのように切り取っていきます。なんで最初花びらのように切り取っていくんですけど、どうしても切った後にちょっと若干微調整が必要になるので、こういうね、ラインに沿って切ってあげて、で、切り終わったら、最後、ちょっと、まな板の上で微調整して、可愛らしいお花に仕上げていきます。で、お花にしてあげて、で、最後、まな板の上で、こう、微調整をしてあげて、綺麗なお花に仕上げていきます。ちなみに最初は、花びら、4枚の、最初のね、五角形を作るのがちょっと難しいと思うので、五角形じゃなくて四角形にして花びら4枚のお花を作ってあげる方が、割と最初料理の始めたばっかりの方には簡単かなと思います。で、次、インゲンは、上下を切り落としてあげて、で、食べやすい大きさに切っていきます。で、インゲンは肉じゃが一緒に煮込んでしまうと、ちょっとせっかくのね、綺麗な緑色がくすんでしまうので、下茹でをして最後に加えていきます。で、白滝はどうしても白滝特有の臭みがあるので、最初熱湯で煮込んであげることによって白滝特有の臭みを抜いてあげることができます。で、今回は結んである白滝をそのまま使っていきます。で、結んである白滝なので、特に事前に切ったりはしないんですけど、結んでないバラバラの白滝を料理に使う場合は、ちょっと食べやすい大きさに切ってあげるといいと思います。で、豚肉とあとじゃがいも、玉ねぎとあと人参ですねを炒めてあげて、で、全体的にちょっと油が馴染んだようなこうテカリが出てきてから、白滝を入れていきます。あと、だしは今回2番だしを使っていきます。で、アクを抜いてあげて、で、調味料を加えていきます。で、今回お醤油はまず最初1回目ここで入れてあげて、で、お醤油を入れて煮込んであげると、どうしてもちょっとお醤油の風味が弱くなってしまったりもするので、この状態で煮込んでからもう一回最後にお醤油を入れることによって、お醤油の風味が広がる美味しい肉じゃがが出来上がります。で、まず調味料を入れたら、落とし蓋、今回は、クッキングキッチンペーパーで代用しておりますが、落とし蓋をして、で、大体10分ぐらい煮込んであげて、で、その後にお醤油入れるんですけど、一応お醤油入れる前にちょっと味見をしてあげてからお醤油を入れてあげるとちょうどよく仕上がります。で、こうお鍋をゆすりながら汁っぽさがなんとなく少なくなったら、最後インゲンを入れて、で、温めてあげてからお皿に盛り付けになります。で、最後、
人参を乗せて、インゲンを乗せて完成です。できました。では味見していきます。ではいただきます。人参をいただこうかな。しっかり味が染み込んでいて、とっても美味しいと思います。ぜひ作ってみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。そして姫ごはんの公式 LINE アットが始まりました。今だけご登録いただいた方に DVD の限定レシピであるフラワーボックスちらし寿司弁当の作り方動画をプレゼントしております。詳しくはコメント欄にリンクを載せておきますので、ぜひぜひご覧いただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。